時こそですね、身の回りの小さい嬉しいことを探していければいいんじゃないかなという思いを作らせていただきました。続きましては、やるのかと真逆の雨の日のことを見せていただきます。雨の風景が聞こえてくるように聞こえてきます。Thank you.